はい、皆さんこんにちは。自動車ジャーナリストの今井由紀です。はい、今日はこちらテスラのモデル3の一般道試乗をお届けしてまいりたいと思います。走りの面で気づかされるところが本当にたくさんありました。皆さんもぜひですね、最後までご覧いただけたら嬉しいです。それではチャンネル登録、高評価ぜひぜひよろしくお願いします。はい、というわけで、モデル3を試乗しております。先ほどですね、代官山蔦屋 T サイトにあるですね、テスラのスーパーチャージャーですね、ここかで、充電をして、それから今日はですね、試乗会があるので横浜方面に向かいたいと思うんですけれども、いや朝からですねこのモデル3、充電しに行ったわけですよ。で、代官山 T サイトって、代官山って東京のかなりハイソサイティな場所なんですけれども、そこにある蔦屋書店、おしゃれな蔦屋書店なんですけれども、そこに何台か、テスラがもうすでにいらっしゃったわけですね。セレブなこと全員のこうセレブ感と私の現場感がちょっとね、あまりそぐわずにやや緊張しながら充電を終えましたけれども、でもやっぱりね、この車がすごいなと思うところはですね、なんとテスラは急速充電器の使用を割と止めてないというか推奨してるんですよね。だから、自宅に充電がない、普通充電がない人でも、急速充電器で、充電してくださいよということを、比較的はっきり言ってくれるんですよ。で、これ AV に詳しい人とかちょっと興味ある人はんって思うと思うんですけど、国産 EV、他社の EV ですね、テスラ以外の EV は、常時急速充電器の使用を推奨していないんですね。で、通常普通充電で対応して、そしてお出かけの際には急速充電器を使ってくださいねという話を、結構な大容量、大航続距離、超航続距離の EV でもそういうふうに言ってるんですよね。で、なぜならばそれはやっぱりバッテリーの劣化を防ぐためで、でもですね、テスラはそんなことないですよって言ってるんですよ。だから他のその国産 EV と、もしくは他の他社 EV ですねと、ちょっと言ってることがテスラだけ違って、テスラはちゃんとデータがあってですね、モデル S が出てから8年間かな、ずっとこうデータを取り続けてきましたと。で、その中で充電をすることにより、だから充電、それから走行、充電走行ですね、電力の出し入れをすることによって、バッテリーの劣化がほぼ見られないっていうデータを出してるんですね。で、最初の何年間か何キロかの間に一回こうバッテリーがググッとこう劣化するんですよ。で、そこから緩やかに劣化していくだけで、その充電によって大幅にそのバッテリーの性能は劣化しないっていう、そのちゃんとグラフがあって、それが公表されてるんですけれども、そのデータの内訳は、急速、それから普通充電両方ともそのランダムにした結果のデータなんだそうです。なんで、正直急速充電で、だからマンション暮らし、私みたいなマンション暮らしであっても、その近くに急速充電器があればそれ使ってもらえれば劣化はほぼ大丈夫だと思いますけどねっていうテスラからの回答があったんですね。それが、いや本当すごいなと思って、で実際問題、おそらくそうやって対応してる人も多いみたいなんですよ。だからがぜんその都心で EV を持つ現実味っていうのが出てくるわけですよね。急速充電器だけでいいという話であれば、いや本当それがすごいなってちょっと思ったんですけど、急速充電器に対するその車の劣化っていうネガティブをこう取り払ってしまうと、割とその都市生活者であっても EV を持つっていう選択肢が出てくるかなというふうにも思います。で、それを後付けているのが、この車モデル3って、500万円の価格を切るという、500万円っていうね、大台を切る値段で出てきた EV なんですけれども、テスラの中でもね、モデル S、 それからモデル X というね、大型の EV ではなくて、この車はかなり小さいですし、戦略的な価格で出されてきたというのが間違いない事実ではあるんですけれども、その中でも私今日お借りしているのはですね、ロングレンジっていう航続距離を重視したモデルで、ツインモーターの AWD というモデルになっております。
で、このエントリーグレードにはリアモーターのシングルモーターのものもあります。そしてもう一つこのロングレンジの上にですねハイパフォーマンス版があって、それはハイパフォーマンスで、まあ、4輪駆動は同じツインモーターの4輪駆動なんですけれども、まあ、ハイパフォーマンスというだけありましてですね、こちらはもう少しレンジが短いんですけれども、なんとですねこの車600キロ超えをしてるんですよ。ロングレンジというだけあって、でハイパフォーマンスは500キロ台ということになっているんですけれども、非常に走行距離が長いんですよね。だから689も走るということがですねあれば、現実的にはですねその辺のお出かけするだけならば、我々みたいにねなんかやたらめったら富士スピードウェイ行くとか、なんかそういう感じの生活パターンの人は多分買わないと思うんですけれども、まあ、そういうその、まあ、日頃はそんなに距離乗らないよと、その辺だけだよという人はですね、もう家の近所にチャージャーがあれば、例えば T サイトの近所とかに住んでいればですよ、週に1回ちょっと朝からお茶がてら、まあ、朝じゃなくていいんですけど、まあ、ちょっとディナーがてら、この急速充電器でですねバッテリー充電さえしておけばもう1週間乗れちゃうみたいな生活も叶うわけですよ。689キロも走ればですよ。まあ、ただまあエアコンとか、それからまあいろいろ電装品もありますから、これの使用量を考えるとだいたい2割減ぐらい の目安で考えておけばいいかなっていうふうに思うんですけれども、まあだとしてもですよ、まあ500キロ今日は走れてしまうわけですから、まあ走行シーンによっては。なので急速充電器に頼る生活、そっちに依存する生活っていうのがあってもいいのかもしれないなというふうにも思いました。非常にですねこのモデル3が出たことによってテスラの顧客層が広がって、まあ、この後にねモデル Y がもう出る、少し着座位置の高い SUV スタイルのコンパクトな車が出てきましたから、顧客層がかなり拡大したみたいなんですね。で、まあ、若い世代、まあ、例えば10代の人とかでも、今ガソリンが高騰してますので、ガソリンの車を乗って、まあ、維持費をローン払ってっていうのをいろいろとシミュレートした結果、乗れそうだからこれ買うわって言ってモデル3を買った人いらっしゃるんですって。だから、まあ、今の若い子って本当に偉いなと思うんですけど、いろいろと今比較検討できるツールもありますので、まあ、確かにその充電器っていう問題さえクリアすればですね、現実的な選択肢に入ってくる、まあ、安いと取るか高いと取るかっていうところの価値が、まあこの充電器っていうことに対して害されないということなのであれば、まあいい選択肢だなっていうふうに思うし、私もえってちょっと心が揺れてしまって、えそんな急速充電器に頼っていいんですかっていうふうに思っております。でこの急速充電器に対してはですね、なぜそういう自信を持ってね大丈夫ですというふうに言ってるかというと、バッテリーに対するマネジメントっていうのをデータとして持っている、技術として持っているんですね。アリアも同じようなことを言ってたし、もちろんですねトヨタとそれからスバルの EV も同じことを言ってるんですけれども、そのマネジメント量っていうのがそのテスラの場合はもうちょっと仕事が多いっていうような話を聞きました。でどういうことかというと、例えばテスラって目的地を入れますナビでね。で、現地に着く時に例えばそのバッテリーが冷えてるような時期ですね、冬の時期に乗ってると、その最終到着地を逆算してバッテリーを温め始めるんですよ、充電のために。でこのバッテリーを温めるというその技術にはですね、急速充電をする際に、まあ、だからバッテリーをチャージするときにですね、冷えてるとそのうまくその電力が入らない、そのバッテリーにその蓄積されない、チャージされないっていうことが起こってしまうんですね。で、まあ、皆さんスマホ持ってて分かると思うんですけれども、やっぱりバッテリーって使ってると熱を持ってきてしまうので、まあ、暖かくなってきたらもう冷やすということ、それから冷えすぎててもまた充電されないので、温めなければいけないという温度管理がすごく大事になってくるんですよ。でこれは充電のその入りやすさ、チャージ量を確保するっていう意味でもすごく大事なんですけれども、
もちろんそのバッテリーの品質管理っていうことに対してもですね、非常に有効だということなんですね。なのでそのバッテリーの温度マネジメントっていうのがものすごくこのテスラはきっちりとなされているということなんですよ。このデータ、蓄積されたデータがあるからこそ、そのバッテリーの劣化を防いで、さらに充電がしっかりとどの充電器でも確保される、まあ、つまり短時間でたくさん充電できるという、その充電の利便性というのも叶えているという話をされてました。の EV オーナーさんだとすごくわかると思うんですけど、この冷えている時に充電が入りにくい、なかなか充電されないっていう事象って意外とあるあるみたいで、これは EV 系の YouTuber さんとかの情報とかでもあると思うんですけれども、いつ何時でもその充電器につないだら必ず、まあ、例えば 80% ぐらいまでその充電されるとは限らなくて、その充電の速度が遅かったりとか、充電の量がすごく少なかったりとかしてしまうことがあるみたいなんですね。まあ、そういう意味でも、まあ、電気自動車専用メーカーとして、まあ、今までその培ってきた知見、それから技術っていうのが、まあ、しっかり生かされて、まあ、さらに今の信頼性につながっているんじゃないかという印象も受けております。さあ、そして肝心の走行なんですけれども、思った以上にまともって言ったらすごく失礼なんですけれども、私すごい恥ずかしながら、テスラさんがそのモデル S 以降ですね、モデル X も本当に少ししか試乗してなくて、そのモデル S 以降あまりその試乗してこなかったんですよ。まあ、車があんまりないっていうのもありますけれども、このモデル3が出て初めてのこの試乗になるんですけれども、モデル S のね、初期の頃ってもっとやっぱり、まあ、モデル S ってすごい大きい車ですし、まあ、さらにね、まあ、EV としてのそのなんていうんですかね、全世界的な知見もなかったですよね。他にその競合メーカーがあまりなかったことによって、その技術を一から作らなければいけなかったっていうところもありますし、まあ、テスラ自体が新規参入メーカーということもありますので、ちょっと車としての完成度だから、テクノロジーとかメカニズムとか、こういうインターフェースの作り方とか、そういう新しさっていうのはすごくあったんですけれども、車としては、まあ、とにかくサスがドスドス言うっていうのがめちゃくちゃ自分の中で印象的で、で、まあ、それはどん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 そのブラッシュアップはされていってはいたんですけれども、その足の硬さっていうのはやっぱり自動車メーカーとしてのその知見が一番注ぎ込まれるところでもあるから、まあ、若いメーカーであるテスラの足がドスドスするのは仕方がないのかなっていうふうに思っていたんですけれども、このモデル3に乗って、あれ、そういうとこが意外と最初からないじゃんっていうふうなところに一番結構ね、ぐさっとこう打ち抜かれました。ただ硬いです、硬いのは硬いです。まあ、このおしゃれなね、雰囲気のいいセダンっていう外からの印象を先に受けて乗ると、あれ、めちゃめちゃ締まってるなみたいな、これハイパフォーマンスじゃなくてロングレンジですよねみたいな感じがするぐらいに、まあ本当に硬いというか、よく締まってるんですよね。で、まあ今回そのハンコックのタイヤを履いているっていうのもありまして、その当たりの硬さっていうのを、まあ、初期入力の強さっていうか、そういうのをすごく感じました。なので乗って一番最初に、まあ、今こう継ぎ目のところをめちゃめちゃ超えてますけれども、こういうところを越えていくときに、うーわすごいロール値高みたいななんか足めちゃくちゃ動かないねみたいな、固めてやるねみたいな感じの印象を受けております。まあ、こういうところはやっぱりその BG4X 特にすごく良かったんですけれども、車メーカーとしての意地っていうのがそういうところにあったのかなと思って、そのモデル S はもうちょっとこの辺がフレキシブルな感じであれば、そのモデル S のキャラクターとしてすごくぴったりくるのになっていうふうに思って、まあ、ここはちょっと、賛否が分かれるというか、私は残念だなって思ったポイントではありました。ただその電気自動車としての新しさ、電気自動車としての気持ちよさっていうのはこのモデル3にはもう絶対的にあって、まあとにかくパワフルなんですよ、その走りが。で、このモデル3のですね、ロングレンジは AWD って申し上げましたけれども、前後にモーターがありますので、前のモーターが
215PS の 240Nm ですね、はい、そして、まあ、リアモーターが 283PS の 350Nm というね、結構しっかりしたあの前後それぞれで、まあ、1台分賄えるぐらいの小さい、ね、電気自動車1台分賄えちゃうんじゃないのっていうぐらいの、まあ、本当に小型車ぐらいのですね、あの出力とそれから最大トルクを持っているというものが2個ついておりますので、まあ本当に最初からすっすごい元気のいい加速が楽しめるんですよね。で、これこそがもう EV の醍醐味なんじゃないかなって思うわけですよ。まあ締まった足とこう相まって、まあ、踏んでて本当に楽しいというか、のすごくすっきりした爽快感の持っている EV なんですね。なんかもう本当アメリカ人って分かりやすいの好きなのだろうなって思うんですけれども、まあ本当にね、あの踏んだらこう頭ゴーンってなるようなほどではないんですけれども、結構ねグッとこう圧を内臓に感じるぐらいにしっかりと加速をします。でそういうところが、私今テスラ乗ってるみたいな、なんかその私今 EV に乗ってるみたいな自分の高揚感を煽ってくれるような感じもあって、のこの走行感だけでこう虜になっちゃう人はすごく多いんじゃないかなと思うぐらい、まあ各位私も本当にあやっぱいいなっていうふうに思いました。あとその前にそのエンジンがないというかね、やっぱ鼻先が軽いですよね。の内外装と使い勝手編の時にもお話ししましたけれども、モデル3に関しては前に結構大きなラゲッジスペースがあるんですよね。でそれぐらいもう中というか前には何にもないんですけれども、この何にもない分やっぱりものすごいよく曲がるんですよ。で、まあ、これはリアモーターの方が出力が高いっていう、その車が割とリア駆動寄りというかトルクの配分が後ろの方がたくさん出るようなそのスペックになっているっていうのもあって、すんごいよく曲がるんですよね。だから、都会で乗ってても割とこう鼻先が軽いというか鼻先が入っていくような感じのイメージがあるので、結構ねワインディングとか走ったりとかしているとちょっとこう自分の中でハンドル その操作に対してすごくよく曲がっていくなっていう感じの印象はありました。慣れてくると、だからちょっとの操作ですごく曲がってくれるのでめちゃくちゃ楽だなっていう感じもします。で、このハンドル、私は標準に合わせてあるんですけれども、ハンドルの重さも3段階に分けられますので、この切れていく感じがちょっと苦手だなと思う人は重めにしたりとかしていくといいかもしれません。で、慣れてくると軽くしておくと本当少しの打角でくるとかの簡単に軽く曲がってくれるので、そういうところはねすごくいいかなというふうに思いました。それから、この車なんですけれども、日産がやめちゃったワンペダルドライブがちゃんとできます。つまり時速0キロ停車まで、このワンペダルで叶えられるというモードが用意されています。で、このモードの切り替えに関しては3種類あって、ワンペダルドライブにしなくて普通にコロコロ転がっていくようなモードがあって、普通の車みたいに走ってくれるので、まあ、そこは本当好みかなというふうにも思います。私はこの試乗中ずっとワンペダルドライブで走っていましたけれども、もう本当にあの回生がすごく効くというか、アクセルペダルをオフにした瞬間に割とグーッとその減速がなされてしまうので、思った以上に手前で止まってしまうっていうことが結構あって、まあこれもオーナーさんは慣れていくとは思いますけれども、まあ、あのいわゆるワンペダルドライブ、まあ、あの E ペダル、いわゆる日産でいうところの E ペダルとか、他の、他社の車についてるワンペダルものに比べてしっかり止まるっていう印象がありました。まあ、本当だからあの慣れていくとこれワンペダルだけでの時速0キロまで行けますので、ちゃんと後ろちゃんとブレーキもついてくれるので、すごくね、快適な走行ができるかなというふうにも思います。モデル3のワンペダルドライブのすごいところは、ワンペダルドライブで時速0キロまでマネジメントした後に停止したらブレーキがホールドされるんですよ。だからもう何にもしなくていい。だからワンペダルで走っていて時速が0キロになったら、もうそのまんまブレーキを踏み直したりしなくていいんです。勝手にホールドになるので、それはどこに現れるかというと、このここですね、ここにH っていうホールドマークが現れるので、ブレーキがホールドされているということが分かります。ですから、まあ、今回たまたまお話ししながら行ったら、はい、止まりました。はい、そうするともうブレーキがホールドされている。私今もうアクセルペダルのオフしかしてないんですけれども、それでちゃんと時速0キロまで減速されて、さらにその停止状態をホールドできるというブレーキ
がついている、まあ、これも便利ですよね。まあ、一回慣れちゃうとブレーキペダルをこう踏み替えている足の動作っていうものが、あ、なんか意外と重労働だったんだなっていう感じのことを気づきます。まあ、私はペダル踏みたいタイプなのでブレーキペダルも踏んじゃいますけれども、まあ、こういう運転感をその先進感として捉え、またその好意的に思う人がいるっていうのはすごくよくわかりますね。いるだろうなって思う。ただこれもう繰り返し私の動画で言ってる通り、私あんまり実はここまで熱弁しといてそのワンペダルドライブ好きじゃなくて、この加減速が自分の感覚とは別のところにあるのでちょっと酔ってしまうんですね。私三半規管が結構弱くて、なので、まあ、同じような三半規管が弱い人を同乗者として乗せるときは、まあ、普通のクリップにしといた方が、まあ、苦情は出ないかなっていう感じはしますね。まあ、一人で今回乗ることがすごく多かったというか、ほぼ一人で乗ったので横に誰も乗せない状況でワンペダルにしてると、まあ、ブレーキを踏まなくてもいいっていう一つその操作の利便性というのがあって快適ではありました。快適ではありました。まあ、ともかく本当に、ね、走っててすごい本当に楽しかったです。そしてこう特別感がすごいあるんですよね、テスラってね。もうご覧の通り、そうインターフェースもものすごいですし、もう本当に何もない、こうごちゃごちゃあるのに慣れてしまった自分たちの目からすると何もない。で、このステアリングのボタンもこれだけだし、クルーズコントロールもこのシフトレバーがここにあるんですけど、シフトレバーを2回ポンポンって下にこう押し下げればそれでクルーズコントロールが開始されるんですよ。もうそれだけで、クルーズコントロールと、だからアダプティブクルーズコントロールとレーンキープアシストが合わさったやつをこう先進安全運転システムとしてこのモデル3は採用してるんですけれども、それがもう勝手にアクティブに、勝手にっていうかもう簡単にアクティブになるので本当に操作がすごくシンプル、もうストレスが全くない、ね、で多分車好きの人でも好きなんじゃないかなと思うんですよね、この操作感。だから今私もその EV っていうものを自分の相棒にするライフスタイルではないので、 EV に対して そのアレルギーはこういう仕事してるからないんですけれども、まあ、EV をそのすぐに相棒に迎えるという生活ではないですけれども、でも、まあ、十分にメリットあるかな、十分にこう選ぶ楽しさっていうのはあるかなっていうふうに少し思っていますね。いや本当にこの一言に過ぎる、意外とまとも、すごい失礼なこと言ってごめんなさい、本当に失礼な言い方なんですけど、本当に足が硬い以外は普通にいい車でした。びっくり。はい、というわけで今日はこちらテスラモデル3の一般道試乗をお届けしてまいりました。いかがだったでしょうか。正直ですね、まあ、欲しいなと思ってしまいました。私は電気自動車に対してやっぱりインフラの問題とかもいろいろありますけれども、テスラはこのインフラの問題も非常にですね積極的ですし、テスラオーナーだからこそ受けれる恩恵っていうのがすごくたくさんあると思いますので、今ですねこのテスラを選ぶ理由っていうのは、まあ、早くからこうやってね電気自動車メーカーとしてですね世界中に商品を展開してきたテスラならではの工夫がいろいろなされていて、まあ、単純に興味深いですし、まあ、本当に率直にちょっと欲しいなって思ってしまいました。はい、というわけでですね、皆さんもぜひねチェックしてみてください。それでは今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録高評価ぜひぜひよろしくお願いします。自動車ジャーナリストの今井由紀でした。バイバイ。